ひろこぶたがラジオを聞くと、いつもブーブーだってチャールストン。ごひきのこぶたがごひきのこぶたがじゃれ合うと、まるでリズムに合わせてチャールストン。だってごひきのこぶたは仲良しで、いつもダンスをするのはチャールストン。ごひきのこぶたがごひきのこぶたが喧嘩をしても、ラジオを聞くと、ママも軌道で踊るな。